2列目の方も大丈夫ですかねはいお願いしますお二人が経験したどん底ってありますかそのどん底から這い上がったみたいなことって窪塚さんこれままででありましたそうですねあのご存知でいてくれてる方もいるかもしれないんですけど登壇するたびにこの話もしてる気もするんですけど、はい、まあちょっと某マンションからあの某怒ってしまったことがあってでその時かやっぱり。 まあその瞬間がきっと一番絶望的だったと思いますけどそれ以後も何て言うかなこう地味に復活していくっていう割となんかこう復活とかじゃなかったんでその過程みたいなところにあった感情だったりあまあ真面目な話ですけどここからあの何て言うかなまとってたその空気感だったりとか例えばそ,このその時にあった目の色だったりとか目の。 光とか光がないとかっていうようなものってやっぱ自分としては向かい合いたくないしもう二度と体験したくないんだけどなんかそのタンスの奥に突っ込んでもう忘れようと知ってたみたいな感覚がこの神事をやるのにあたってとっても役に立ったし何ていうかあの空気感みたいなこと目の光とかを その変えられるようなその役者っていうなんか自分役者として新しいフェーズというかちょっと向こう側の景色がすごいおぼろげながらあ,あそこまで変えていけたら面白いなっていうふうに思えるきっかけにもなれたんでまとっても良かったなと思うんですけど。はい